プロ野球中日1から8ヤクルト、11日バンテリンドーム。ヤクルトは中日に対象、51勝70敗4分けの借金19で5位、中日と2.5ゲーム差となった。初回にサンタナの13号ソロで先制、3回には並木のスクイズにサンタナのタイムリーで加点。その後もオスナ、並木、サンタナのタイムリー。 9回には村上が2戦連続25号ソロと着実にリードを広げた。先発、吉村が6回5安打1失点、自責ゼロで7勝目。スタメンは1番ショート長岡、2番センター並木、3番レフトサンタナ、4番サード、村上、5番ファーストオスナ、6番ライト、西川、7番セカンド、山田、8番キャッチャー中村、9番ピッチャー吉村のオーダーを組んだ。 中日の先発、小笠原は今季ヤクルト戦は3度目、0勝0敗、防御率3.65だった。1回、長岡は三者比、並木は空振り三振もサンタナが左中間スタンドへ13号ソロを放り込み先制。先発、吉村は今季20度目の登板、試合前まで6勝8敗、防御率3.59。前回の9月4日、巨人戦。 京セラは9回を125玉、9安打、無視死球、5奪三振の無失点でプロ初完投、初完封勝利を挙げた。今季の中日戦は3度目、0勝0敗、防御率1.26は対戦球団別で最も相性が良かった。吉村は1回、岡林に中安打も福永を2匹、川越を言うご細川を2時間に抑え無失点の立ち上がり。 2回一死から村松に中安打も木下をうき、辻本を三五郎に打ち取った。3回の攻撃で先頭中村が中安打吉村の番頭サード福永が2塁に悪送球で無視1二塁に。長岡のギ打で一死に、3塁から並木が遠前にスクイズを決め、続くサンタナはセンターへタイムリーを飛ばし、3対0とする。 吉村は4回西から村松と木下の連打で1、二塁するが辻元を夕日に打ち取った。5回の攻撃で長岡の夕五郎を村松が悪送球、並木のギ打で1、2塁に。サンタナは中飛、村上は4球で西1、二塁からオスナがレフトへタイムリーツーベースを運び、4対0とする。吉村は5回、先頭の代打、右回の三五郎を村上が後一。 1・4・5に福永に3内安打で1・4・1、3塁とすると川越の東五郎併殺が崩れ間に4対1となる。吉村は6回を92玉、5安打、1・9、2奪三振の1失点、自責ゼロで降板し7勝目を挙げた。だが6回の攻撃で中村と長岡のヒットで2・1、3塁とすると並木が左中間へタイムリーツーベ、続くサンタナはライト戦に2点タイムリーツーベースを打ち返し、 7回は2番手、丸山翔がヒットを打たれるが無失点に、8回も3番手、木澤が安打を許すが無失点に抑えた。9回に村上が中日4番手、祖父江から2試合連続の25号ソロを放り込み、8 1とした。村上はリーグ単独トップの25本塁打で2位の巨人、岡本は DeNA オースティンに3本差しをつけた。